モ娘育成で悩んでるあなたへ、優しい癖のコツを伝授します。ウマ娘の育成、難しいですよね。サポート角を選んだり、トレーニングを組み立てたり、なかなか思うようにいかないことばかり。なんで私のウマ娘はいつもスタミナと根性が低いの。を作るのも精一杯で、評価なんて夢のまた夢。初心者の私でも、ちゃんと強いウマ娘を育成できる方法はあるの。そんな風に思っているあなた、安心してください。あなただけじゃありません。私も、ウマ娘を始めた頃は、本当に苦労しました。でも、諦めないで。正しい方法を知れば、誰でも、強いウマ娘を育成できるんです。この動画では、私が実際に試して効果があった、優しい育成のコツを伝授します。スタミナと根性の補正って、どうやったら克服できるの？サポート角、どれを選んだらいいの？トレーニングって、どんな順番でやればいいの？評価って、一体、どんな条件で取れるの？これらの疑問を、一つずつ丁寧に解説していきます。難しい理論や、複雑なテクニックは一切なし。初心者の方でも、すぐに理解できる内容です。この動画を見れば、あなたもきっと、愛馬をぐんぐん成長させることができるでしょう。一緒に、ウマ娘の世界を楽しみましょう。ネット上の感想。この動画のおかげで、ようやくスタミナと根性を克服できた。初心者でもわかりやすく、優しい説明で安心しました。サポート角の選び方、今まで全然わかってなかったけど、目から鱗でした。評価を取るための条件、具体的に教えてくれて、本当に助かりました。育成が楽しくなりました。ありがとうございます。睡眠導に、ウマ娘育成で心が安らぐ、優しい育成論。こんばんは。今日は、ウマ娘の育成に疲れたあなたへ、心安らぐ育成論をお届けします。ウマ娘の育成って、楽しい反面、なかなか思うようにいかないことってありませんか？強いウマ娘を育成しようと、必ずにトレーニングを重ねても、なかなか目標に届かなかったり、最後のトレーニングで、迷ってしまったり、時には、化粧するウマ娘の育成に苦戦したり、溝のウマ娘の実装を待ち焦がれたりすることもあるでしょう。でも大丈夫。あなただけのペースで、ゆっくりと育成を進めていきましょう。焦らず、ウマ娘との絆を育むように、優しい気持ちで育成を進めていくことが大切です。例えば、育成中のウマ娘に、あなた自身の経験や思いを重ねてみるのはどうでしょうか？この子は、どんなレッスンで輝きたいんだろう？どんな夢を叶えたいんだろう？そんな風に考えてみると、育成は単なる義務ではなく、あなたとウマ娘の特別な物語になるかもしれません。時には、育成に疲れたら、レース結果に一喜一憂するのをやめて、ウマ娘たちの日常に目を向けてみましょう。トレーニング中の真剣な表情、レース後の安堵の表情、そして、あなたとの触れ合いの中で見せる、愛らしい笑顔。そうしたウマ娘たちの姿を見ていると、心が穏やかに満たされていくはずです。ウマ娘の育成は、決して難しいものではありません。大切なのは、あなた自身のペースで、心を込めて育成することです。そして、地には、育成から離れて、ゆったりとウマ娘の世界に浸ってみるのも良いでしょう。そうすることで、きっと、あなたとウマ娘の関係は、より一層深まるはずです。さ、明日も、優しい気持ちで、あなたとウマ娘の物語を紡いでいきましょう。ゆっくりと、穏やかな夜をお過ごしください。眠りに誘う、優しい夜空、ウマ娘育成イベントで心を解き放つ、あなただけの物語。夜空を見上げると、どこを見ても同じ。
世に見える星が、実はそれぞれ違う輝きを放っていることに気づきます。まるで、ウマ娘の育成イベントのように、同じ世に見えるイベントの中に、あなただけの物語が隠されているのかも。知れません。仕事や勉強に追われ、疲れた心と体は、時折、休息を求めているのではないでしょうか。あのイベント、どうすればクリアできるんだろう。このウマ娘、もっと強くしたいんだけど。そんな悩みを抱えながら、夜遅くまでスマホを触っているあなた。この動画では、ウマ娘の育成イベント、眠りに誘う、優しい音楽と共に見つめ直していきます。育成イベントの攻略方法や、最強ウマ娘の育成ローは、他の動画やサイトでいくらでも見つかります。でも、本当に大切なのは、育成イベントを通して、あなた自身の心がどのように変化していくのか、その過程を、楽しむことではないでしょうか。例えば、苦手なイベントをクリアできた時の達成感や、愛着のあるウマ娘が成長していく喜び、そして、一緒に、エースを走る仲間との絆。これらの感情こそが、あなたを癒し、達成の活力へとつながる、かけがえのない宝物です。この動画では、そんな心の奥底に眠る感情に寄り添いながら、ウマ娘の育成イベントを、新たな視点で見ていく。お手伝いをします。さ、一緒にゆったりとした夜空を眺めながら、ウマ娘の世界に浸ってみませんか。あなたの心に寄り添う、優しいとともに、穏やかな時間を過ごしましょう。きっと、疲れた心と体は、この夜空のように、静かに眠りにつくことでしょう。眠りに誘う、ウマ娘育成の深夜、セニの馬が秘めるカノス。夜空に輝く星のように、ウマ娘の世界にも、一見地味な存在で、ありながら、輝きを秘めた馬たちが存在する。星二の馬なんて、わざわざ育成する意味があるの。そう思っている人もいるかもしれない。確かに、セゴや星四の馬に比べると、能力は控えめに見える。でも、よく考えてみてほしい。どんなに強い馬でも、育成方法や組み合わせ次第では、そのポテンシャルを最大限に引き出すことはできない。逆に、セニの馬であっても、体重をかけて育成すれば、想像をはるかに超える成長を遂げる可能性を秘めている。育成は、まるで、一粒の種を大切に育てていくようなもの。芽が出て、歯を広げ、花を咲かせ、実をつける。その糧には、喜びや苦労、そして、予想外の発見がある。星二の馬を育成する旅は、まさに、そんな発見の連続だ。例えば、セニの馬でも、得意なスキルや適性を持つ場合もある。そこに目をつけ、育成戦略を練り直すことで、驚くほど強い馬に成長させることができる。あるいは、セニの馬ならではの粉の力を見抜き、それを最大限に活かす育成方法を見つけることで、他の馬には、ない魅力的なキャラクターを生み出すことができる。育成は、単に強い馬を作るためだけのものではない。それは、自分だけの特別な馬娘を育てる、創造的な活動なのだ。だから、セニの馬を育成する意味は、そこにある。一見、平凡に見える馬に、秘められた可能性を見出し、それを開花させる喜び。それが、セニの馬を育成する真の醍醐味だ。夜空を見上げて、無数の星が輝いているように、ウマ娘の世界にも、セニの馬たちが、それぞれの輝きを放っている。そして、その輝きを、あなたの手で、さらに輝かせることができる。さ、あなたも、セニの馬との特別な育成の旅に出かけてみよう。
予想外の感動が待っているはずだ。ウマ娘行く癖で悩んでるあなたへ、優しい癖のコツを伝授します。ウマ娘の行く癖、難しいですよね。サポート角を選んだり、トレーニングを組み立てたり、なかなか思うようにいかないことばかり。なんで私のウマ娘はいつもスタミナと根性が低いの？を作るのも精一杯で、評価なんて夢のまた夢。初心者の私でも、ちゃんと強いウマ娘を育成できる方法はあるの？そんな風に思っているあなた、安心してください。あなただけじゃありません。私も、ウマ娘を始めた頃は本当に苦労しました。でも、諦めないで。正しい方法を知れば、誰でも、強いウマ娘を育成できるんです。この動画では、私が実際に試して効果があった、優しい育成のコツを伝授します。スタミナと根性の補正って、どうやったら克服できるの？サポート角、どれを選んだらいいの？トレーニングって、どんな順番でやればいいの？評価って、一体、どんな条件で取れるの？これらの疑問を、一つずつ丁寧に解説していきます。難しい理論や複雑なテクニックは一切なし。初心者の方でもすぐに理解できる内容です。この動画を見れば、あなたもきっと相場をぐんぐん成長させることができるでしょう。一緒に馬娘の世界を楽しみましょう。ネット上の感想。この動画のおかげで、ようやくスタミナと根性を克服できた。初心者でもわかりやすく、優しい説明で安心しました。サポート角の選び方、今まで全然わかってなかったけど、目から鱗でした。評価を取るための条件、具体的に教えてくれて、本当に助かりました。育成が楽しくなりました。ありがとうございます。インドニュー。ウマ娘育成で心が安らぐ、優しい育成論、ゆっくり解説。夜空にきらめく星を見上げながら、ゆったりと流れる。音楽に身を委ね、ウマ娘たちの物語に浸ってみませんか？あなたはきっと、ウマ娘の育成に熱中し、地には悩んだり、地には喜びを感じたりしていることでしょう。でも、地にはちょっと息抜きも必要ですよね。この動画では、ウマ娘育成を題材に、心を穏やかにするような、優しい育成論を語っていきます。例えば、スニの馬を育成することの意義について、あなたは考えたことがありますか？一見、弱いように思える星二の馬も、愛情をかけて育てれば、素晴らしいパートナーになってくれるかもしれません。また、過去のレース結果を詳しく見ることで、ウマ娘の施錠をより深く理解することができます。まるで、我が子の施錠を見守る親心のように。そして、オールフェブルのようなこのウマ娘を育成する際には、そのウマ娘の特性を理解し、寄り添うように育成して、引くことが大切です。この動画では、これらの手間を軸に、具体的な育成方法や、いい育成における心の持ち方を解説していきます。難しい用語や複雑な戦略は抜きにして、ゆったりとしたペースで、あなた自身のペースで、ウマ娘の育成を楽しんで、ください。疲れた心と体を癒す、優しい育成論を、一緒に探してみませんか？視聴者のコメント。夜寝る前に聞くのが、本当に心地よい。育成のモチベーションも上がるし、心が安らぐ。難しい育成論よりも、こういう優しい言葉の方が、ずっと心に響く。育成に対する考え方を変えられた。オルフェブル育成のヒントがたくさんあって、参考になった。優しい語り口調も最高。星二の馬の育成について、改めて考えさせられた。育成は愛情が一番大切なんだな。もう素敵で、本当にリラックスできる。また明日から頑張ろうと思える。みんな
のに、馬娘育成で、星二の馬を育てる意味とは。眠りに誘う、優しいクセラ。夜空を見上げると、ここと星が輝いていますね。静寂の中で、死はゆっくりと穏やかになっていく。そんな夜空の星のように、馬娘の世界にも、輝きを持つ、星二の馬たちが存在するんです。あなたは、きっと、強い馬娘を育成したいと思っているでしょう。強い馬娘を育てるには、星3や星4と馬娘に目を向けがちです。でも、ちょっと待って。星2の馬娘にも、大きな可能性が秘められているんです。星2の馬娘は、星3や星4と馬娘と比べて、育成コストが低く、育成しやすいというメリットがあります。育成が初めての人にとって、セニの馬娘は、育成の基礎を学ぶための最高の教材なのです。さらに、セニの馬娘は、強力なスキルを持っている場合も少なくありません。中には、星3や星4の馬娘に劣らない、強力なスキルを持つ馬娘もいるんですよ。例えば、セニの馬娘都会帝王は、強力なスキル、逃げ切りを持って生まれたり、セニの馬娘、成田大臣は、強力なスキル、差し切りを持って生まれたりします。育成の初期段階では、セニの馬娘を育成することで、育成の基礎を学ぶことができます。そして、育成を重ねることで、あなただけの最強の馬娘を育成することができるんです。あなたも、星二の馬娘を育成して、最強の馬娘を目指しませんか？星二の馬娘を育成することで、あなたは育成の楽しさを知り、そして、強い馬娘を育成するための基礎を学ぶこと、ができます。星二の馬娘は、あなたにとって、育成の旅の良きパートナーとなるでしょう。ゆっくりと目を閉じ、優しい音楽と共に、セニの馬娘の育成の世界へ旅立ちましょう。ミンドに、馬娘育成の刻印。初心者さんも安心。ランク達成の土俵解説。こんばんは、馬娘トレーナーのみんな。今日は、ちょっと疲れた君に、馬娘育成の刻印を語りながら、ぐっすり眠れるような、穏やかな時間をプレゼントする。今日、馬娘の育成って、コクが深いよね。特に、始めたばかりのトレーナーさんにとっては、どこから手をつければいいか、迷ってしまうこともあるんじゃないか。例えば、よく耳にする化粧って一体どういうこと？育成シナリオは何を選べばいいの？そして、憧れのランクを達成するためには、どんな努力が必要なの？今日は、これらの疑問を一つずつ丁寧に紐解いていくよ。まず、化粧についてだけど、これは馬娘の血統をつなぐ、イモバ遺伝のようなものなんだ。親馬娘から能力を引き継ぐことで、育成する馬娘のポテンシャルを底上げできるんだ。でも、化粧にはコツがあるんだ。どんな親馬娘から、どんな能力を継承するのが良いのか、そのあたりを理解することが重要なんだ。次に、育成シナリオ。これは、馬娘の成長物語。いわば人生の舞台のようなものだよ。シナリオによって、育成できる馬娘の種類や、獲得できるスキル、そして育成目標などが変わるんだ。例えば、スピカワイシナリオなら、短距離の馬娘育成に特化しているし、グランドマスターシナリオなら、小距離の馬娘育成に向いているんだ。そして、誰もが憧れるランク。これは、馬娘の能力の頂点。今は、神しい領域のようなものなんだ。ヤンクを達
接するためには適切な育成プランを立て、トレーニングを積み重ね、そしてレスで勝利を重ねて引く必要があるんだ。もちろん最初からランクを達成するのは難しい。でも諦めずにコツコツと努力を続ければ必ず目標を達成できる。時にはうまくいかないことや壁にぶつかることもあるだろう。でもそんな時はゆっくり休んで、また明日から頑張ればいいんだ。ウマ娘の世界は広くて奥深い。だから焦らずマイペースに、自分だけのペースで楽しんでいこうね。さ、もう眠くなってきたかな。優しと私の語り声を聞きながら、ゆっくりと眠りに落ちていこう。明日も君が大好きなウマ娘たちと一緒に素晴らしい一日を過ごせるように。おやすみ。おにゅ、ウマ娘行く癖で心が安らぐ。穏やかな夜、夜空に輝く星を見上げながら優しい音楽を聴く。そんな穏やかな夜に、あなたはウマ娘の育成に熱中しているかもしれません。でもなかなか思うような結果が出なくて、焦りや不安を感じている人もいるでしょう。ランクなんて夢のまだ夢。どうすればもっと強いウマ娘を育成できるの？そう思っていませんか？大丈夫ですよ。あなたもきっと穏やかな心で育成を楽しめるはずです。この動画ではウマ娘育成で大切なこと、そして心が安らぐヒントをゆっくりと語りかけていきます。まず、私のウマ娘はいつもランクにならないの。そう悩んでいるあなた、育成の目標はただ最強のウマ娘を作るだけではありません。大切なのは自分だけのウマ娘との絆を育むこと。エースに勝つ喜びも、負けた時の悔しさも、すべてがあなたの成長につながります。過去のレース結果をもっと詳しく見たい、そう思ったことはありませんか？過去のレースを振り返り、自分たちの成長を確かめる、それは私たちにとって大切な時間です。レース結果から学んだことを忘れずに、次のレースに臨みましょう。ジェンティルドーナとの対戦、ドキドキする。強い相手との対戦は緊張感に満ち溢れています。でもそこにこそ成長のチャンスが隠されているのです。落ち着いて自分たちのペースで戦いを楽しみましょう。ウマ娘昇進者だけど、どうすればうまくなれるの？大丈夫、焦らなくていいですよ。大切なのは楽しむことです。器用なウマ娘を試したり、来ない育成方法を見つけるのも楽しいですよ。育成中に出てくる選択肢、どれを選んだらいいの？時には迷ってしまうこともあるかもしれません。でもそれは決して悪いことではありません。いろんな選択肢を試してみて、あなたにとって最適な道を見つけてください。頑張ってて育成が長引いちゃう。それはあなただけの育成方法がある証拠です。時間をかけてじっくりとウマ娘を育てるのも素晴らしいことです。この動画を見ているあなたはきっと優しい心でウマ娘と向き合っているでしょう。これからも穏やかな気持ちで育成を楽しんでくださいね。そして穏やかな夜を。インドニュ、ウマ娘育成で悩んでるあなたへ、最強ウマ娘を作るためのマル秘テクニックを伝授。ウマ娘の育成楽しいですよね。でもなかなか強いウマ娘が作れなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。私も始めた頃は全然うまくいかなくて、何度も育成をやり直していました。因子はどうすればいいの？ステータス1200以上ってどうやって達成するの？育成イベント全部理解できない。そんな悩みをお持ちのあなたへ、私が長年の経験から培ってきた最強ウマ娘を作るためのマル秘テクニックを伝授します。
重要なのは、育成目標を明確にすることです。どんなレースで勝つのか、どんな馬娘を目指したいのか、目標が定まれば、それに合った育成計画を立てられます。例えば、長距離レースで勝ちたいなら、スタミナを重点的に育成する必要があります。スピードも重要ですが、スタミナが不足すると、終盤で失速してしまいます。そして、サポーカーの選び方も重要です。長距離育成なら、スピードとスタミナを上げるサポーカーを選びましょう。飯島、スピード、スタミナ、賢さを中心に、目標に合わせた維持を厳選することが大切です。育成イベントも、効率よくこなすことで、馬娘の成長を加速できます。特に、友情トレーニングは、半ゲージを上げることができるので、積極的に活用しましょう。育成は、試行錯誤の繰り返しです。うまくいかないときは、諦めずに、いろんな方法を試してみてください。この動画が、あなたの馬娘育成の助けになれば幸いです。睡眠導入効果を高めるための補足。動画のには、ゆったりとした音楽を使用し、レゾンも落ち着いた色合いでこせ。しましょう。また、ナレーションは、ゆっくりとした語り口調で、視聴者をリラックスさせるような言葉遣いを心がけてください。ネット上のような感想。この動画のおかげで、やっと強い馬娘を作ることができました。育成イベントの攻略がわかりやすくて、助かりました。ナレーションの声が心地よくて、眠りにつけちゃいました。検索上位になるようなタイトルと文章。動画のタイトルには、馬娘育成、最強馬娘。育成イベント攻略、馬娘睡眠導入などのキーワードを含めることで、検索エンジンのランキングで上位表示、されやすくなります。文章の内容も、検索エンジンのアルゴリズムに最適化することで、多くのユーザーに届きやすくなります。睡眠導入、馬娘育成で悩んでいるあなたへ、上振れしない育成の悩みを解決する方法。馬娘の育成って、本当に難しい。ですよね。特に、スタミナと根性を中心に育成しようとすると、なかなかうまくいかない、上振れしない、そんな悩みを持つ、トレーナーさんは少なくないんじゃないかなと思います。私も、始めた頃は何度も壁にぶち当たりました。あれだけ頑張ったのに、基礎の馬娘に育たないもどかしさ。レースで惨敗する姿を見るために、心が折れそうになることもありました。でも、諦めずに色試していくうちに、少しずつですが、育成のコツがつかめてきました。例えば、スタミナと根性を強化する育成では、スピードやパワーを完全に諦めるのではなく、ある程度は確保すること、が重要です。また、トレーニングの順番や、サポーカーの組み合わせにも、実は大きな影響があるんです。例えば、正気ステータスが高い馬娘の場合、トレーニング開始直後に、得意なトレーニングを集中して行うことで、効率的に能力を上げることができます。さらに、サポーカーは、単にステータスを上げるだけでなく、イベントやスキル取得のサポートにも大きく役立ちます。例えば、ライスシャワーなら、スピードと根性を強化するサポーカーを組み合わせることで、彼女の持ち味である逃げの戦法をさらに活かすことができます。そして、忘れてはいけないのが、育成中に発生するイベントです。イベントの内容によっては、ステータスの上昇量や、取得できるスキルが大きく変わることも、イベントを積極的に活用することで、より効率的に育成を進めることができます。もちろん、育成は運要素も大きいので、完璧な育成を目指すのは難しいです。でも、諦めずにコツを掴んで、
自分だけの最強馬娘を育成していきましょう。この動画が、あなたの育成の悩みを解決する一助になれば幸いです。そして、もしあなたが、夜なかなか眠れないという悩みを抱えているなら、この動画の音声を聞きながら、ゆっくりと、眠りに落ちてみてください。優しい音楽と、私の穏やかな語り声が、あなたを心地よい眠りに誘ってくれるはずです。さ、一緒に、夢の世界へ旅立ちましょう。